D の206、20 246、D の206、20 246、G の206、20 246は、イタリアの自動車メーカーであるフェラーリが製造した初の、ミッドシップに座席スポーツカーである。今日ではしばしば、フェラーリ D のと呼ばれるが、本来別ブランドとされている。しかし、フェラーリ自身が、リアに、オプションとして、フェラーリの文字エンブレムや羽馬のエンブレムを、 新車寺取り付けを行っていた事実が立証されているため、要所寺のコンガムより、どちらでも良いというのが、実際のところであろう。2017現在で、フェラーリ唯一の部位があった6、気筒エンジン搭載市販車であり、現代、部位があっ8気筒エンジンを搭載するフェラーリの始祖的存在である。フェラーリの創業者、エンツォフェラーリの長男で1五十六年に溶接した、 アルフレード・フェラーリ、愛称 D ノが、病床でアイデアを出したとされる65度 V 型6気筒 DOHC エンジンを持ち、V 型12気筒エンジン搭載の既存車種とも区別するため、新しく長男の名前で D のブランドが与えられた。当時の F2 用エンジンホモロゲートの条件となる、台数確保のために、フェラーリが設計し、フィアットが製作協力をして、 エンジンを作成しフィアットは D のスパイダー、D のクーペという名の FR 駆動2車を、フェラーリは1967年から1969年に 206GT を製造し、両社合わせてエンジンのホモロゲートの台数をクリアし、レースに出場が可能となった。なお、エンジンの移みはフィアットが行い、エンジンの組み立てから車体へのアッセンブリーは3台ともにフェラーリで行われた。 また忘れられがちなのはこのエンジンを使用したニザ、レーシングカージノ 206S 等があり、小排気量ながら各レースにおいて前戦していることである。なお、ジノはプロトタイプを除いて、すべてのシャーシナンバーは偶数のみ使用している。1965年の第52回パリサロンで発表されたプロトタイプジノ、ベルリネッタスペチャーレイ縦置きに搭載しており、 ノーズデザインはフィアット時のスパイラーのデザインの元となって、折り透明なアクリルの幅が広いカバーが覆っていた。が、1966年のトリの自動車ショーで発表されたプロトタイプは少しノーズが長いだけで、後の三車と近いイメージになっているが未だにエンジンは縦置きであり、フロントマーカーはバンパーの下にありワイパーは一本で、給油口は右側、星型ホイールに、 テールライトは3連である、製造番号00106、そして67年のフランクフルト賞で、ジノベルリネッタ・コンティツヨネ製造番号1523を発表するもレーシングカーのジノ206エースのフレームを流用のためエンジンは縦置きである。67年、鳥の賞に出品された、製造番号1495での気候的の最大の変化はエンジンが、 縦置きから横置きに変わったことである。そのため、エンジンミッションが、あと15ミリほどではないが2階建て取りエンジンの、重心位置は高くなった代わりに実用的なトランクを得た。またボディは、量産型とほぼ同じであるが、まだ三角窓はない。1966年に1台の、プロトタイプ製造番号001061967年10月に3台の、 プロトタイプ製造番号1523-00102-00104そして1968年6月製造番号00108より継続的に生産開始となり生産終了は199年2月製造番号00404であるが4月になぜか 246gT に混じって1台のみ製造番号00410が生産されているがボディは ロングホイールベースの 246gT 用を用いている。福野霊一郎は日曜日のゴルフ用に妥協を重ねた結果という前置きつきながらその名称とレーシングカー的なディメーションを物証にフェラーリのロード化に対して冷淡だったエンツが最も愛した市販車だったのではないかと考察した。生産期間は短く。 1968年から1969年までの生産台数は152台に過ぎなかった。すべて左ハンドル仕様である。フランコロッキーが設計した内径ファイ 85mm、工程 57mm の 1987cc のアルミニウム単造製3 v リ v 型6、気筒エンジン、T ポ135バイトは 185PS。 8000rpm、17.85kgm を発揮し、内装なしの軽量ボディとストレートマフラーを備えた、プロトタイプは時速 235km を出したが、生産者の実際は160馬力ほどで、市販車ではコンディションの良い車両でも時速 200km 到達は困難のようである。レッドゾーンは 8000rpm からだが、実際は レース用エンジンをデチューンしてあるため 9000rpm まで回る。ボピーはアルミニウム製。エンジン熱排出穴は6箇所にガソリン注入口は露出して独立した鍵付きキャップである。ホイールはセンターロック。ルーフの流れがリアエンドに達しており、あとの246との比較で全体的に丸みが強く見える。バックランプはリアバンパーに2つ装着されている。 カラーは工場出荷時に地味なメタリック系の色が多く赤や秋は少なかったダッシュボードがオーディオを含め全てコンソールの蓋でカバーされるステアリングは桃またはナルディのウッドで基本的に形状はどちらも同一で60年代のフェラーリで標準で採用されているものであるしかし今日のボスサイズではなく元リタ社のサイズである内装色は ボディ色に合わせ多くの色や、ツートンなどが選ぶことができ、シートセンターは、オプションとして、パイロチも選べた。また、シートはほんの少しの角度であるが、リクライニングすることが、できた、助手席下のサイドシルにアシストグリップが取り付けられていた。これらは246になりコストの関係で順次、省略された。正規輸入はなかった。2リットルで、 横幅1.7メートルのため登録は5ナンバーである。エンジン数がホモロゲートの必要生産台数を満たして 2000cc にこだわる必要がなくなり、2 4リットルに拡大したポルシェ911に対抗するため、フィアットの意見を聞き、より実用スポーツとするとともに、開発や製造費用などを減らすために、 1969年2月より1974年に 246gT を製造した。もともと高回転型でピーキーな特性で高価なマグネシウムとアルミ製のエンジンを用い、ホイールベースもレーシングカーと同一で、職人によるオールハンドメイドでコストもかかる上、乗り手の高い技量を求められる 206gT から、 最高出力の低回転化と排気量拡大により、トルクを増幅し、アルミ製ヘッド以外中鉄製のブロックエンジンでコストダウンし、ボディも鉄製とし、ホイールベースの延長により、運転技術の未熟なものでも、比較的普通に乗れ、安価に製造可能な車に変更された。また燃料タンクが拡大された。コストダウンにより重量は増えたが、2割の 排気量アップによりカタログ値の時速 235km に近い最高速度まで達することができるなど当時のスポーツカーの中で高い性能を持っていた小林翔太郎は D の246ほどワインディングロードを速く安全に飛ばせる車はない操縦性ロードホールディングは文句なく絶品でしかも視界がサルーン並みに良いからだドライビングの楽しさでは ディーノは同月号でテストされた1973年型、彼ら RS に勝るかもしれぬと絶賛している。1971年 T ポイの途中から、パルガトップの 246GTS が追加された、アメリカ使用者は排気ガス対策により175馬力。2487台の GT と1274台の GTS。 合計3761台が作られた。生産中の改良もしくは変更により大きく以下の3タイプに分けられる。製造番号00406から00410を除き01116の357台が当たり、1969年2月から1970年を通して作られた。206gT とは型の異なるノックオフ式。 センタースピンナーを備えるセターロックホイールを、破きフロントのコーナーバンパーは、グリル開口部に食い込んでおり、リアのライセンスプレート照明灯が、バンパーコーナー端部に位置し、トランクリットのレリーズボタンが外部にあり、ヘッドレストがリアバルカヘッドにマウントされているところは、206gT と同一である、ハンドルは皮巻きであるが元リタサイズの大きな、 取り付け部のデイトな初期型と同一のものが標準である。ボディは鋼鉄製だが二百六グラムティーの部品が残っている。間はフロントリッドと海口部はアルミニウム製だった。製造番号0 1一一八から02130の五百六台が当たり九百七十一年始めの短期間にだけ作られた。ホイールは五本のスタートにより固定されトランクリッドのレリーズキャッチが 車内に移り、ドアのキーホールが、ドアのえぐり部分からその下に移動し、FERRARI.com では T、T o E からとなっているが、T e M から見られる、ヘッドレストがシートマウントになったほか、エンジンとトランスミッションの細部が変わっている。一方車種は改良されて、リアのトレッドが 30mm 拡幅された。リアバンパーに2つ装着されていた。 バックランプが中央に一つに変更された。製造番号02132から08518の2898台が当たり、1971年初旬から生産が終わる1974年6月まで作られた。シリーズ M の変更点を全て網羅した上で、ボディパネルは大型プレス製となり、エンジンとトランスミッションにギアレシオとさらなる改良が加えられた。 また生産の途中からワイパーの視点が左ハンドル車では中央から右側に移動している。右ハンドル車では中央のまま変わりない。フロントコーナーバンパーがグリル開口部に食い込まない短いものになった。その他フロントコーナーバンパー下の冷却ダクトが単に角形に切り開けたタイプから成形した丸型インレットに変わりリアのナンバープレート照明灯が トランクリット後端部にマウントされた、クロームメッキ仕上げの角形ユニットに変わっている。またディーポイより、クーラーの設定もできるようになった。オプションで、フレアフェンダーと太いアルミニウムホイールとデートナを模したシートを用いた、通称デートナバージョンが存在する。また USA 仕様は、法的規制の変更で、フロントマーカー、サイドマーカーの形状が角形になり、 リアサイドマーカーが取り付けられている。製造費用を減らしたためエンジンが中鉄ブロックアルミニウムヘッド、内径ファイ 92.5mm 高低 60mm の 2418cc、圧縮比9.0の T ポ 135CS に変更され、195HP、または 195PS、7600rpm。 23.0kgm にパワーアップしつつも、カムシャフト変更により性格は 206gT と、比べるとマイルドなエンジンに劇的に変化した。レッドゾーンは 7500rpm からに下げられた。あとにカムをラリー用に変更し、ランチやストラトスに流用され、最終的にストラトスは4バルブヘッドも作られた。レーシングジオメトリーから扱いやすい。 一般スポーツカーへ変更が行われた内容はホイールベースを 60mm 延長し直進安定性を上げるとともにコーナーの限界性能は下がるがスピンに至るまで過程がやや穏やかに現れるようになった段階的に生産効率が良く製造費用も下げられる鋼鉄製ボディに変更され車両重量は増加したエンジン熱排出穴が7カ所にに増えた バンパーが厚くなった、ピュエルリッドが付いてキャップは露出されなくなった。カラーは、フェラーリとしての認識が確立したため、赤や、コーポレートカラーの木も多くなり、総じてメタリック系の色は少なくなった。しかしながら、工場出荷時の色は、ソリッドカラー16色、メタリックカラー14色と、多彩なカラーが用意されていた。ペダルのオフセットが、やや小さくなるなど完了され、 ステアリングのユニバーサルジョイントの角度も改善されより、スムーズなステアリング操作を実現した。屋根が高くなり、ホイールベースの延長に伴いキャビンが広くなった。ヒーターには段階的に改良が加えられ、206のほとんど何の役にも立たないものから、最終型では冬場でも暖を取ることができる能力を得た。当時のフェラーリ総代理店である、 西部自動車販売を通じ正規輸入されたが、1973年当時の価格は900万円と高価だった。ただし、その当時からすでに新車同様の中古車が600万円から700万円で行輸入されており、その後のスーパーカーブームの時期やバブル景気の時期にも盛んに輸入され、バブル後の日本での人気により多数が毎年中古並行によって輸入されているため、 日本国内に存在する個体の総数は毎年増えている。登録は 2000cc を超えたため3ナンバーとなる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。